では早速やっていきたいと思います。はい、ではね、まず私が持ってるサングラスから紹介していきたいと思います。じゃーん、こちらのね、黒い丸型のね、こうレンズ部分が丸い形をしたサングラスでございます。つけた感じはこんな感じですね。はい、でね、あと1、2、サングラスはあと2個ほどあって、伊達目がね、あと2種類あります。で、あとはまたさっきとは違う感じの、はい、こちら、こう、なんだろうな、レンズが四角いサングラスになります。なんかこっちはちょっといかついかなって思います。あとね、もう一個は、あ、壊れてるじゃんこれ、まさかの。で、あとはこういう伊達目です。じゃーん、伊達メガネ。はい、伊達メガネは2種類あって、こういう感じ、フレームがね、ヒョウ柄のやつと、あとは何もヒョウ柄ではない、柄がないやつですね。はい、この2つになってます。まあ、つけた感じだとこういう感じと、こういう感じです。サングラスって種類があって、リントン型っていうのと、あとボストン型っていうのと、あとブロー型っていう、このね、3種類あるんですけど、で、私が持ってるこのね、このいかついサングラスはまさにウェリントン型っていうんですけど、で、ウェリントン型のポイントとしては、この広いレンズとこのね、フレームが太いのがウェリントン型っていうんですけど、こうつけた時に ね眉毛なんですけど、出過ぎ、このフレームから出過ぎでもなく、こうくくりすぎでもないっていうサングラスを選ぶことで、こう自分に合ったサングラスを選ぶことができます。逆にね、こう隠れすぎちゃっても、こうだいぶね、重い印象があってしまったりとか、逆に出過ぎてしまっても、ちょっと貧相な感じというか、そう、なんか違和感がある感じに見えてしまったりするので、ポイントはこのね、フレームにこう眉毛が隠れるか隠れないか、ちょっと乗ってるぐらいのものを選ぶことがポイントかなと思います。サングラスはどちらかというとボストン型っていうもので、ボストン型は、あ、でもね、ここフレームが太いんですよね。このフレームが細いものがボストン型って言って、こう 円型に近い感じかな、フレームが、レンズが円型に近いものをボストン型と言います。そうで、なんかね、あとここのね、フレーム横の部分があるじゃないですか。で、ここの部分が顔のここの部分と長さが同じというか、こうこっちが長すぎず短すぎないものを選ぶことが2つ目のポイントになります。そう、こうやってつけて、こういう感じですね。これはだいぶぴったりかなって思うんですけど、そう、これがね、ちょっと大きすぎてしまったり短すぎてしまうと、何が変わるかというと、この目部分が長すぎてしまうと、あのバランス、全体のバランスを取るのが結構難しくなってしまうっていう点があります。なので、このね、横の顔幅と同じ長さのものを選ぶことがポイントです。はい、ポイントはまず一つ目としましては、このフレームの部分、上のフレームの部分が眉毛とこう大体同じぐらいの高さにあるものを選ぶこと、そして二つ目は、このフレームの部分が、あの顔の横の部分の長さと大体同じになることがポイントです。選ぶポイントになります。はい、レンズがあるじゃないですか。このね、レンズの傾きが大きいとよりワイルドに見えるっていうポイントがあります。で、このね、傾きが少なければ少ないほど、なんかクールな印象になります。そう、ワイルドに見えたり、クールに見えたり、こう、なんだろうな、こういう風に見せたいとか、こう好みによって、こうこのレンズの傾きを見て選んでみるといいのかなって思います。はい、私はどちらかというと傾きが少ない方がいいかなって思います。これとか結構少ないんですけど、っ
で私ね黒の方が似合うのかなっていう自分の印象ですね。とあとはねレンズの色とかでも全然印象が変わるんですよね。カラーレンズとかも結構流行ってるじゃないですか。でもねこう黒が似合ったりとか茶色が似合ったりとかあとは逆に黄色とかピンクとかそういうのが似合ったりとかこう本当いろいろ選ぶポイントがあるのでちょっとね押さえてみるとよりなんか自分に合ったあのサングラスを選ぶことができるのかなって思います。そう私もねこうやってサングラスをつけて今年は海水浴今年もかなそう去年もサングラスつけて海水浴行ったんですけど去年はこれつけてたんですけどこれぶっ壊れてしまってるので今年はこのサングラスかこっちのウェリントン型でいきたいと思います。はいということで今日はサングラスの選び方を紹介しました。このレンズの傾きだったりあとは眉毛とこのフレームだったりあとはここの横のね長さだったりちょっと気をつけて選んでみてみるといいのかなと思います。はい参考になったら嬉しいです。はいということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はいではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーのバイバーイ。